参ったよ、こんな大事な時に。どうして能力切れてるんですか？だってまだ時間は。実はな、俺の力もう4分持たねえんだ。限界ってやつ。そんな、いつから？もう何ヶ月かな。隠すの苦労したんだぞ。どうしてそんな大事なこと僕に言ってくれなかったんです？余計な心配すんだろお前。だからヒーローやめるって。すみません、小鉄さんがそんな状態なのに気がつかなくて。バカ、気づかれちゃ意味ねえんだよ、隠してんだから。ちょっとヤバいかも。もう喋らないでください。なあ、何？だからもう。犯人に一緒に追いかけたり、お前に説教されたり、楽しかったよ。お前が小鉄さんって呼んでくれた時なんか嬉しくて、なんか一人で飲みに行ったりして。そんな話やめてください。今までありがとうな。やめてくださいよ。何死にそうになってるんですか。こんな人じゃないでしょう、あなた。元気だけが取り柄のはずでしょう。いつか小鉄さんに僕のチャーハンを食べてもらおうと思って練習してるんですからね。小鉄さん、ちけえよお前。お前、まつげ投げんだな。